どうも皆さんこんにちは、着松です。本日はですね、 V ポイントのスマートフォンアプリへのチャージでですね 20% 増量キャンペーンっていうのが先日ね、動画で解説簡単にさせていただいたわけなんですけども、こちらね実際にやってみたということで、実際のやり方をですね解説ねしていきたいなというふうに思っております。今回のねこの 20% 増量キャンペーンはですね、本当に錬金術みたいな感じですね、ポイントサイトのポイントをですね 20% 増量することができますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。まずねキャンペーンのおさらいをねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、スマートフォンアプリリリース記念 V ポイントアプリへのチャージ 20% 増量キャンペーンということで、期間がですね2021年の2月の1日から3月31日までっていうふうになっております。こちら対象がですね、スマートフォンアプリをダウンロードしていただいて、アプリ内で V ポイントを移行してチャージ、またはですね V パスから V ポイントをねアプリへチャージしていただくと 20% 増量されるっていった感じになっております。こちらね特典については 20% 増量というふうになりますんで、仮にね100ポイントをチャージしたらですね120ポイントになるっていった感じになっております。ポイント交換についてなんですけども、キャンペーン中はですね5ポイントから5ポイント単位でですね交換することができるわけなんですけども、キャンペーンが終了したらですね1ポイント以上1ポイント単位でですね交換することが可能っていった形になっております。でですねこちらチャージするとですねすぐにね反映されるというふうになっておりますんで、リアルタイムでですね反映されるっていった形になってるんですよね。でですねこちらのキャンペーンはですね 20% ね増量されるキャンペーンっていうふうになるわけなんですけども、こちらのキャンペーンですね上限の記載がないんですよね。ですので V ポイントアプリ自体はですねちょっと後でね紹介させていただくわけなんですけども、 V ポイントのねアプリの残高上限っていうのが30万円っていう風になりますんで、25万円分ねチャージした場合はですね 20% 増量されて30万円に、ね、なるわけなんですけども、この30万円の残高をですねまた利用してってですね、また少なくなったらですねまたチャージしてですね 20% 増量を受けるっていうこともできますんで、本当にですねこのキャンペーンがですね上限がないっていうのはねかなりすごいかなという風に思っております。またですねポイントサイトにねポイントある程度保有されている方でですね V ポイントにね交換してですね今回のキャンペーンね利用することもできるっていった形になっておりますんで、ある程度ねポイントサイトに保有されていて今ちょっとねマイルに交換するのもなぁなんて思っている方であればですね、ポイントサイトのポイントをですね1ポイント1円以上でですね利用することもできるっていった形になりますんで、かなりねおすすめのキャンペーンというふうに思っております。でですね今回のキャンペーンで 20% 増量されるね V ポイントについてはですね残高っていった形になりますんで、特にね ANA マイルとかに交換できるポイントではありませんので、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねスマートフォンアプリのですね V ポイントアプリについてなんですけども、こちらはですね新しくねサービスが提供がね始まったスマートフォンアプリっていった形になるわけなんですけども、三井住友クレジットカードのねポイントが V ポイントということで、このスマートフォンアプリもですね V ポイントっていう名前になったんですよね。ちょっとね紛らわしいなと思ったのは私だけかなというふうに思っているわけなんですけども、 V ポイントアプリはですね三井住友カードのインターネットサービスの V パス、もしくは銀行口座、クレジットカードなどからですねチャージすることができるプリペイドカードっていった感じになってるんですよね。まあ電子マネーだとね思っていただければね分かりやすいかなというふうに思うわけなんですけども、各種チャージ方法からですねチャージしていただいて、アップルペイ、グーグルペイ、もしくはですねネットショッピングでもビザ加盟店であればですね V ポイントの残高っていうのはね利用することができるっていった形になっております。またですねチャージ方法はねこんな感じになっておりまして、一応ねチャージの方法は4つあるっていった形になっておりまして、 V ポイントからねチャージする方法と V ポイントギフトからねチャージすることもできますし、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードからねチャージすることができるっていった形になっております。
またね、銀行ペイっていうね、こちらは三井住友銀行のペイサービスなんですかね、こちらからもチャージすることができるっていった形になります。でですね、注意していただきたいのは、ほとんどねチャージに対して手数料はねかからないわけなんですけども、その他の発行会社のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードに関してはですね、税込みでね204円がねチャージ手数料かかるっていった形になりますんで、こちらはね注意していただきたいなというふうに思っております。それではですね、こちらね 20% 増量キャンペーンということですんで、実際ねスマートフォンアプリでですね、やり方ね解説していきたいなというふうに思っております。まずね、スマートフォンアプリのですね V ポイントね、ダウンロードされてない方はですね、ダウンロードねしていただきたいなというふうに思っております。でですね、開いていただいて、まずですね、この V ポイントのアプリとですね、 V ポイントを連携するね作業が必要っていうふうになっております。まあ、こちらはですね、 V パスっていうね三井住友クレジットカードのインターネットサービスがあるわけなんですけども、そちらからチャージする場合、もしくはですね三井住友銀行からですねチャージする場合はですね、こちらが必要っていった形になっております。でですね、連携のやり方なんですけども、まずね V ポイントを開いていただいて、 V ポイントを連携して使いましょうっていうところがねあると思うわけなんですけども、こちらをねクリックしていただきます。でですね、そうすると V パスで連携する、もしくはですね SMBC ダイレクトで連携するっていうね2項目がね出てくるかなというふうに思いますんで、こちらねお好みで選んでいただきたいなというふうに思っております。もしね三井住友クレジットカードね保有されている方、もしくはですねポイントサイトからね移行されたいという方はですね、この V パスのね連携が必要っていった形になっております。でですね、この連携についてなんですけども、どうやらですねまだねスマートフォンアプリのリリースがされてからね、あんまりね時間が経ってないというふうになりますんで、私もですね実際にスマートフォンアプリダウンロードして、この連携が済んだのがですね半日ぐらいねかかりましたので、この連携自体はですね、連携の申請、まあ登録っていうんですかね、していただいてすぐね機能が利用できるようにはなりませんので、この点はですね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それはね実際にねポイントね移行していきたいなというふうに思うわけなんですけども、私はですね今残高が600円っていうふうになっておりまして、 V ポイントのね移行前のポイントが234円っていった形になっております。この600円っていうのはですね、先ほどねちょっと試しで500ポイントね移行した分っていった形になっております。でですね、移行する際はこの真ん中のね移行っていうボタンをねクリックしていただきます。そうするとですね V ポイント移行っていうのがね出てくるかなというふうに思うわけなんですけども、下の方にですね番号をコピーして移行するっていうのはねあると思いますので、こちらをね押していただきます。でですね、押していただくと移行後の残高に反映されるまで時間がかかる場合がありますっていうのはね出ると思いますので、こちらね OK を押していただきます。そうするとですね、三井住友カードのですねホームページに行きまして、ポイント残高がね表示されるっていった形になっております。でですね、合計ポイント数が私の場合はですね234ポイント入っていて、 ANA マイル移行可能ポイントが217ポイントがね入っているっていった形になっております。でですね、ここで注意していただきたいのは、こちらね ANA マイルに移行できるポイントもね合算してですねポイント移行できてしまうっていった形になりますんで、もしね ANA マイルにね交換したい場合であればですね、このね ANA マイル移行ポイント可能合計のねところのポイントに関してはですね、合計からね引いた金額を利用するようにねしていただきたいなというふうに思っております。ちょっとねこちら、あ、234ポイントある、そのまま移行しようやってしまうとですね、 ANA マイルにね交換できるポイントもですね移行されてしまうっていった形になりますんで、この点はね注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、下の方に行くとですね V ポイントのアプリへのチャージということで、申し込み数とね、その下に V ポイントアプリ表示させている契約番号を入力してくださいっていうのはね出てると思いますんで、まずね下の方ですね、こちら先ほどねコピーしたものをそのままねペーストしていただきます。でですね、上の方に、まあ、今回ですね試してやるっていうふうになりますんで、今回は、ね、100ポイントだけ交換ねしていきたいなというふうに思っております。でね、決定をね押していただいて、そうするとですね、三井住友ビザカードお申し込みありがとうございますということで、 V ポイントアプリへのチャージ受け付けましたということで、こちらでね画面を閉じていただくっていった形になっております。でですね、 V ポイントアプリのトップページにね戻っていただくと、先ほどね残高600円だったものがですね720円分にねなっているっていった形になっております。
でですね、 V ポイントの方はまだね減算されてないわけなんですけども、 V ポイントの方でねもう一回タップしていただくとですね、先ほどのね V ポイントのプリチャージのね詳細っていうのがねこちらで見れるようになっております。それでは次にですね、今回のキャンペーンは V ポイントから V ポイントアプリの方にねチャージしても 20% 増量ね受けることができるっていった形になりますんで、 V ポイントに交換できるポイント交換サイトっていうのはですね、 PEX もしくは G ポイントっていうねポイントサイトっていう風になりますんで、どちらもね手数料無料で V ポイントにね1ポイント1円10日交換でですね交換することができますんで、2つをね基本的に利用していただきたいなっていう風に思っております。でですね、交換必要日数に関してなんですけども、ここねちょっと注意が必要で、 G ポイントから V ポイントに関してはですねリアルタイムで交換することができるんですけども、1日のね上限ポイントは2万円分のねポイントまでっていう風になっております。こちらね G ポイントから V ポイントだとリアルタイムでね交換していただけるっていう風になりますんで、かなり使い勝手がねいいかなという風に思っております。またですね、 PEX っていうねポイント交換サイトから V ポイントね交換することできるわけなんですけども、こちらね交換完了までですね約25日ぐらいねかかるっていった形になりますんで、交換上限はねないわけなんですけども、今ね交換したとしてもですね、まあ、25日っていう風になりますんで、まあ、3月ね過ぎるかなという風に思いますので、このね PEX から V ポイントっていうのがですね交換ルートとしてはね10日交換であるわけなんですけども、この交換日数がねかなりかかるっていう点はですね覚えておいていただきたいなという風に思っております。ですので、まあ今回のねキャンペーンについては3月31日までねこの 20% 増量キャンペーンがね行われているっていう風になりますんで、まあできればですね G ポイントから V ポイントのルートをですね1日2万円っていう制限があるわけなんですけども、こちらの方がねおすすめかなという風に思っております。でですね、この G ポイントに交換できるねポイントサイトなんですけども、ポイントインカム、ハピタス、ライフメディア、チョビリッチャーですね、G ポイントに直接交換ねすることができるっていった形になっております。またですね、ポイントサイト EC ナビはですね PEX 経由で交換することができるっていった形になっております。でですね、一つ注意しておいていただきたいのは、この G ポイントから V ポイントのね交換についてはですね、三井住友クレジットカードがですねないと移行することがねできないルートっていう風になっておりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなという風に思っております。もしね三井住友クレジットカードをね発行されたことない方に関してはですね、先日ね新しいね三井住友クレジットカードのナンバーレスのクレジットカードね開始になりましたけども、あちらの案件ですね動画出した時には1万円分でねポイントサイト EC ナビでね案件出てたわけなんですけども、そちらもですね案件終了という風になりまして、他のポイントサイトもですねどんどん案件が終了っていった形になっておりまして、こちらの動画ね撮らせていただいているのは2月の5日っていった形になるわけなんですけども、今現在ですねポイントサイトハピタスで9000円分でですね案件残ってるっていった形になりますんで、もしね発行しそびれてしまった方はですねちょっとね1000円分ポイント落ちるわけなんですけども、まあ、9000円分ねクレジットカード発行するだけで取れるっていった形になりますんで、こちらもねおすすめっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね V ポイントのスマートフォンアプリですね 20% 増量キャンペーンということで実際にねやってみたわけなんですけども、本当にねポイントサイトねある程度ポイント持たれている方はかなりおすすめるキャンペーンっていった形になりますんで、ちょっとねポイントサイトにポイントがあってですね ANA マイル JAL マイルにね交換するので、ね、今ちょっと乗れないからみたいな感じでね保有されている方はですねかなりねチャンスなんではないのかなというふうに思っておりますので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。